もう綺麗じゃなくてもいいね、泥まみれでいいね、我を忘れるぐらいがちょうどええ、そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。やりたいことが見つからへん、だから行動しないんです、だから本気でやらないんです。以前の俺がそうでした。でも間違えてました。逆やね、やりたいことを見つけてから本気でやるんじゃない、本気でやるからやりたいことが見つかる。25歳の時、社会人3年目、会社を辞めたいって思った。その時の仕事はうつ病の薬を、その情報をお医者さんに届ける、そういう仕事 MR でした。最初は楽しかった、やりがいがあった。でも毎日毎日同じことの繰り返し、このノルマを達成した、このキャンペーンを達成した、また新しいノルマがやってくる、また新しいキャンペーンがやってくる、その繰り返しや。何のために働いてんねん、いや何のために生きてんねん、わからんくなった、辛くなった、苦しくなったんよ。だから俺は心からやりたいことを見つけて早くこの仕事を辞める、そう思った。いろんなことやったよ、本を書いた、原稿を書いた、そして出版社に送った。でも全然返事がないし、その本もその原稿も自分が心から書きたい内容じゃなかった。だからそれもやめた。イベントもやりました、和歌山の若者を盛り上げるイベント。最初は楽しかった、だってお祭りやもん。でもなんやこれって、若者盛り上げるって言うてるけど、俺自身全然熱くなってないやん、やりたいこと見つけてないやん、なんか違うんちゃう、そう思ってそれもやめた。ダンスセラピーを学びたい、東京まで学びに行った。異業種交流会もいろんなとこ参加して、いろんなことを学んで、いろんな人と会った。そして新しいビジネスをしよう、そんなことを考えたこともあった。でもね、どれも自分のど真ん中じゃなかった、本気になれるもんじゃなかった、夢中になれなかったね。だから諦めたよ、もう探すんやめよって。30になった時、今から5年後、その時に決めよう。だから今は、今与えられてるこの仕事を本気でやろう、全力でやろう、そういうふうに心に決めたよ。その日から変わった。誰よりも朝早く会社に行って、その日のスケジュール、そして目標を確認し、必要な資料文献を車に入れて、そして得意先に向かう。その運転中もどんなことを話すっていうイメージトレーニングをして、話法の練習をして、医局の説明会の練習をして、実際先生に会って情報を提供する。そこでまた新しい課題をもらう、宿題をもらう。その課題とか宿題に対応できる文献を調べて、また次の日持っていく。そういうことを繰り返して繰り返して繰り返したよ。もうずっと全力、自分の本気、できることは全部やったよ。お医者さんに喜ばれることはないか、患者さんを救えることはないかって、それしか頭になかった。でそんなことを考えて本気で毎日仕事をしていたら、うつ病の患者さんを救いたいと思ったんよ、助けてあげたいと思ったんよ。自分ごとになって、今までは全然そんなことも考えたことなかった。でもうつ病って本当に苦しい病気やねん。今まで楽しかったことが楽しくない、夜も寝られへん、朝が来るのが怖い、やる気がない、力が出えへん、動けへん、頭が痛い、もう嫌や、生きるのが苦しい、死にたい、自殺する、そういうような病気やねん、うつ病って。これ本当につらい。俺ができることは何かないんかって、今は情報を提供することしかできへん、これ以外にもっともっと俺ができることはないんかって思ったんよ。先生にも聞いた、学会にも参加した、そしてうつ病の患者さんの苦しみを聞いた、自分にはできることはないかって考えた。そこで思いついたんよ、考えたんよ。うつ病っていうのはもちろん治すのは大事、でもならないようにすることってもっと大事なんちゃうかって。だって苦しいやん、死にたくなるほど苦しい、辛い病気、これってなってはいけない病気なんちゃうと思ったんよ。そうだから、うつ病の治療ではなくて、うつ病の予防がしたい。そのうつ病を予防するために、社会に出る前に生きる力を育む、そういう教育を提供できたら、
社会でも自分の力を発揮できて、うつ病に悩むことなく自分らしく幸せに生きていけるんじゃないかって、そういうふうに思ってピカーンって光ったよ。これやって、自分がやりたいことはこれや、うつ病を予防することや、生きる力を高める、そんな教育をすることやって見えたんよ。光が見えた、真っ黒の中から光が見えたんよ。そして今俺はこの和歌山でライフスキルの学校を立ち上げた。毎日子供たちに夢中になれる教育を提供し、自分で考えて自分で行動し、そして自分の力で生きていける、そういうような力、そういうような能力を高めるようなことを毎日やってる。でも最初はどうよ、仕事なんか全然思んないと思ってた。でもその思んない仕事やったけど、本気でやったら、全力でやったら、自分が心からやりたいことが見つかった。今やからわかる。俺がやりたいことが見つからなかったのは、本気でやってなかったから。やりたいことを見つけてから本気でやる、その心が間違えてて、見つかるわけないやん。やってもないのに自分が好きかどうかわからへんやん。自分が本気でやってないのに、全力でやってないのに、その物事が自分に合うかどうかなんかわかるわけないやん。本気でやる、全力でやる、そうするとちょっとできるようになる、得意になる、どんどん好きになっていくんよ。で、得意になって好きになっていくと、新しい世界が見えてくる。いろんな人と出会う、そしていろんな人と深い話をするようになってくる。そういうことを繰り返して繰り返して繰り返していくから、本当の問題、本当のコアなるコア、本質的な中枢、中核が見えてくるんよ。俺が全力でやって、うつ病を予防することが大事であり、うつ病を予防したいと思ったのと同じように。そう。だからね、上っ面、表面だけの上っ面だけを触ってても、楽しいかもしれへんけど、それじゃ何も見えてこへんねん。やりたいことなんか見つからへんねん。だから、あなたに伝えたい。今の、この確かに存在するこの今を、本気で生きよう。もう言い訳ができへんくらいがむしゃらに打ち込んで、最後までやりきって、心を震わせて、この瞬間を本気で生きる。もう綺麗じゃなくてもいいね、泥まみれでいいね、我を忘れるぐらいがちょうどええ。自分のことを自分で認めてあげる、信頼できる、尊敬できる、褒めてあげれる、そして全てが終わった時に涙が自然に出てくる、それが本気っていうことや。もちろん全力でやっても本気でやっても結果が出えへんこともある、ゴールに行き着かへんこともある、負けることもあるし、恥かくこともあるし、失敗することもある、バカにされることもあるやろ。でもこれだけは約束できる、自分がやるって決めたことを最後までやりきれた、その経験は他のどんなことよりもあなたの力になるね。あの時俺頑張れたやんって、全力でできたやんって、こんな辛いこと、あんな苦しいこともあったけれども乗り越えることができたやんって、その経験はどんなことでも耐える力にあんねん。苦しいことがあっても乗り越える、そんな勇気になるねん。そう、本当に苦しかったんよ。やりたいことが見つからへん、目の前が真っ暗、真っ黒よ。でも動かなあかん、止まることは許されへん、走らないと、いや、どこに行ったらいいかわからんけど、とにかく動かされる、そんな日常が苦しかったんよ。だから何でもええから、とにかく全力で打ち込んで、心を震わせて、そして泣きたかって、泣きたいかったんよ。泣きたくなるぐらい全力で打ち込んでいる仲間と力を合わせて頑張ってるあいつらが羨ましかって、泣けなかった自分が、本気でできなかった自分が許せなかった、めちゃくちゃ嫌いやった。でも今は自分がやりたいことを見つけて毎日全力でできてる、自分の最高を表現できて、ありのままをこうやって語ることができて、俺は本当に幸せに、喜びにあふれて生きることができている。だからわかるね、やりたいことを見つかってから本気でやるんじゃない、
本気でやるからやりたいことが見つかる。だから俺はあなたがあなたの全力を発揮することを心の底から応援しています。はい、以上です。本当にずっとそうやった。大学時代はな、本当にやりたいことを見つけてがむしゃらに本気でできた。でも中学生高校生で社会人の最初の時は本当にやりたいことが見つからなくて苦しかった。で本気でできへんかって。でもしかしたらそうやってやりたいことは何なんだろうって探してる人も俺みたいにいるんじゃないかなと思って、そういう人の少しでも力になりたい、なれればなと思ってこの動画を投稿しました。ちょっとでも力になったりためになったなっていう方がいれば、高評価ボタンとかコメントとかしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。このチャンネルミスターおかっちのチャンネルでは、とにかく本気で生きたいあなたのために生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信したいと思います。よかったらチャンネル登録ボタン押してくれたら励みになるのでよろしくお願いします。はい、以上です。それでは素敵な毎日をお過ごしください。さよなら。毎日全力、明日が来るなんて分からへんもん。